ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。ミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1 メガヘルツ FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんな長崎名物のミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしております。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのとあゆとさきてぃこと矢沢さきとぴよこと葉月ひなのの4人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。放送始まってから少し経ったやん、うん、だけみんな飽きないでメッセージ送ってくれてるかなって。あんたまだ3個目か心配せんでも多分ね大丈夫。多分たくさん来てる。多分かい綾乃さん、ポストの感じいかがでしょうか。はい、私が見たところリスナーの皆様からのメッセージは今回もうたくさん届いております。よかった。言ったよ。って言ったよ。あゆちゃんよかったね。よかった。ゼロじゃなかった。みんなありがとう。ありがとう。はい、というわけで今日はメッセージをご紹介していきます。これをお聞きの皆さんもぜひぜひメッセージや私たちに番組でやってほしい企画などどんどんメッセージを送ってくださいね。メッセージはファックス0957-270840 27-0840。メールアドレスは niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けております。さて、今日第3週目は皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。イエーイ。今聞いてくれているあなたのメッセージも読まれるかもしれないよ。ねえ、はい、さてさて、ではひなのからお願いします。はい、了解です。はい、それでは井上さんからのメッセージです。ありがとうございます。さきさん、あやのさん、ひなのさん、あゆさん、こんばんは。こんばんは。最近また雨が多くて嫌になりますね。余計寒くなるし、わかるよそれ。そんな気分を吹き飛ばすいい方法ありますか。対処法か。対処法。みんなどうしてるの、雨の日。雨の日寒さを吹き飛ばそう。逆に吹っ切るよね。なんか楽しく、逆にテンション上がるかもしれない。もう寝れたらもういいやみたいな。うーんなるほど。私はなんか歩きながらとか、うん、もう寒かったらとにかく動いてる。あ、友達になんかいつの間にか踊ってるって言われるんよ。うんうんうん、雨を友達って思うのが一番いいよね。うん、うん、絶対違うそれは。はい、それでは次はあゆ。はい、ラジオネーム小鳥さん、ミルクセーキの皆さんお疲れ様でした。毎週楽しみにして聞いてます。ミルクセーキ大好きです。最高です。また現場に会いに行きます。手をつなぎたいな、あやの。わあ、すごい愛されてるね。愛が伝わってきますね。ミルクセーキ大好きですって、ね、言ってくれてありがとう。
かもいつもさ、会いに来るの愛がもうラブの愛、ラブの愛取れちゃう。はい、次はさきき。はい、ラジオネーム旅人ペンギンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やっとつながったよ、苦笑い、賑やかだね以上です。ありがとう。行くのに苦労してこうなんかいろいろ試してくれるのかな、ね、ペンギンさん会いたい、うん、ねえ、ありがとうございます。どんどんこれから聞いてください。お願いします。はい、次はあやの。はい、ラジオネームななこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やっと初めて最初から最後まで見れたよ。みんなが一斉に喋るの新鮮でバリ楽しかった。来週も楽しみにしているよ。おやすみルクセーキ。もう寝てるのかな。寝るのかな。寝るの。まだノーおやすみルクセーキですね。なった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 。キャット、うん、なった。わかんない。はい、次はピオ。ピオ、はい、了解です。メッセージ、ホーリーさんからのメッセージですね。ありがとうございます。始まった、ホーリーが来たよ。ヤホーリー、ヤホーリー、ヤホーリー、ヤホーリー。ケイがいないとか寂しい、うん、クリスマスは何するの、わら、あえて聞く。みんな何するの。クリスマスでもみんな今年一緒じゃない。一緒じゃない。一緒に過ごせるんだよね。イエーイ。あるあるしていいじゃん、みんなでね、クリスマス一緒に過ごせる。そうだね。私、そう、去年は、うん、クリスマスあれないよ、バイトしてた。あら、あら、23、24、25全部つらあら。最近もね、ミルクセーキになってからね、3回クリスマス今年で過ごすけど、過去2年はずっと全部仕事でした。おお、うん、私去年はずっと一人で家にいましたね。あら、夜は去年何したか覚えてない。ちょっと寂しいんでこの年やめようか。今年はね、みんな一緒にね、過ごします。次はあゆ。はい、ラジオネーム舞妓姉ちゃんさん、ありがとうございます。ミルクセーキ大作戦初投稿です。彼氏の影響で最近ミルクセーキ好きになりました。まだまだ初心者やけど応援してます。長崎市在住なのでいつかイベントも行きたいです。ちなみにあやの推しです。頑張ってください。あの彼氏さんはどなた、ね、気になる。気になる。あのぜひ教えてください。教えてください。待ってます。次はさきちゃん。はい、ラジオネーム、ミスでんぐり返し推しで HD のひろやすさんえらい長いラジオネーム。はい、さきちゃん、あゆちゃん、あやの、そして愛しのひなの、こんばんは。毎週は仕事で聞けませんが、聞けるときはいつも楽しく聞かせてもらっております。12月11日の熊本での新体制で初めてのライブ、不安な気持ちもあったと思うけど、不安なんて吹き飛ばすくらいみんなで楽しめたんじゃないかな、うん、そのくらい熱く楽しいライブでした。めっちゃ汗かいて倒れそうだった、笑い4人のパワーというか、一人一人がやるぞっていう気持ちがすごく伝わってきたよ。いいスタートができたと思います。これから楽しいことばかりじゃなく、苦しいことや辛いこと、悲しいことがあるかもしれないけど、きっと4人なら乗り越えていけると信じているよ。俺たちシェイキーもいるから、一緒に前へ進んでいこうね。これからもミルクセーキを全力で押していくけん。最後にひなの、真剣スイチョルバイ。ありがとうございます。ありがとう。すごい、ってくれてるんですね。この真剣って何、うん、なんか前もなんかさ、おげんおげんちょっといいのだって、そうだね、すごい、ね、すごい、すごい、ありがとう、思いを、嬉しいね、嬉しい、なんかすごい、一緒に一緒に前に進んでいこうねっていうのがちょっと嬉しいです ね、 嬉しいですね。なんか熊本すごいさ、うんうん、緊張しとったやん、みんなけどさ、ステージ立ったらすごい楽しかったやん。みんながすっごい盛り上げてくれて、ね、そういうところからいろんな人が来てくれて、ね、びっくりびっくり、みんなに支えてる、支えられてるなって、自分見たことのある顔ばっかりで本当に嬉しかった。シングもできて、後ろの方までさ、人いっぱいおったからさ、すごかったよね。そう、くるくるね、くるくるね。はい、じゃあ次はあやのお願いします。はい、ラジオネーム川野さん、ありがとうございます。ミルクセーキの皆さん、こんばんがんて。がんてがんて。12月ですね。12月といえばサンタコス。わあ、来週末はクリスマスイベント3連チャンで、ゆるめんのサンタ姿が毎日見れると思うと楽しみで仕方がありません。で、突然の質問ですが、
クリスマスといえばプレゼント。欲しいもの一つだけもらえるとしたら何をお願いしますか。あと、うん、ひなのちゃんへ、クリスマスだったら何になりたい。サンタ、トナカイ、ソリ、ツリー、ケーキ、その他なんだろう。3、2、1、はいどうぞ。ケンタッキーを買いに行ってる人。ぜひ。わー、一番いいやつやん。店員さん超大変ないの。そう、だってみんな並んでるからさ。それこそミルクセーキのさ、何ですっけ、あの、一番に行けるやつ。あ、ファストパス。ファストパスで使いたいなみたいな。いや、ちょっと今ケンタッキーのね、店員さん的に、敵にしたんだよね。やばいやばい。超大変らしいよマジで。そうなんだ。朝から晩までチキン漬けらしいよみたいな。すごい。になっちゃいそうだ。ひなのみんなあげてるんだね。なあ。ありがとう。あげられてる人に買いに行こうとしてるの。ともぐい。ともぐいや。でさ、うん、ほら買ってあげなきゃいけないじゃん。何どういうこと。え、じゃあさ、クリスマスプレゼントは何がいいだって。なんだろう、プレゼントといえば。何かな。何やろうね。何でもいいかな。何でもいい。何でもいい。じゃあポルシェ、ポルシェ。ポルシェ。ポルシェ。ポルシェじゃないな。レンジローバー。何それ。わかんない。何が欲しい。何がいいかな。サッキーだったら。お家今ね一人暮らししたいんよ。言ってるね。だから広めで。あれなんだっけ、うさに近いところ、なんだっけ、うさぎのさ、おもちゃのお家あるやん。なんだっけ、シルバニア。あるじゃん。やだやだ。ねえ、それで。え、かわみ、あゆとかは。え、あゆ、なんだろう、思いつかん。みんなちょっと考えとってよ。あー、やめ。はい、そろそろお時間となりました。プレゼントはみんな今度考えとくそうです。全部ご紹介できなくてごめんなさい。この風に第3週目は毎月皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます、はい、番組の感想や私たちへのメッセージはもちろん、面白いネタやこんなことをしてほしいというリクエストなど、いろんなメッセージをどしどし送ってください。待ってまーす。私あゆがミルクセーキの告知をさせていただきます。クリスマスの3連休はどんどんどんとイベントに出演しますよ。イエーイ。まず12月23日祝日金曜日は佐賀にてピンキースカイさんの主催のイベントに、12月24土曜日は長崎市歴代区町のカフェアロハヒコマさんにて単独イベントの見るため、12月25日日曜日は北九州市あるあるシティにてパピマシュシャンの主催のクリスマスイベントに出演させていただきます。頑張った頑張った頑張った。はい、24日の主催イベント見るたべでは、あやの、ひなの、そして今カミカミのあゆのお誕生日会も開催します。あやのは24日がお誕生日当日、はい、ひなのとあゆは翌日の25日がお誕生日というミラクルな見るためなので、皆さんぜひぜひ3人へ素敵な思い出をプレゼントしに来てください。待ってまーす。もう初めての生誕祭で、うん、こうワクワクとドキドキとありますが、ドキがムネ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 、でもみんなでね、素敵な生誕祭をしたいから、ぜひ来てください。はい、お願いします。私は本当初めてだからね、いつも支えてくれてるみんなに感謝の気持ちが伝わるような生誕祭にできたらいいなと思ってます。ぜひね、みんなで楽しもう。あゆはみんなのサンタさんになれるように頑張ります。あゆ今これ全力で釣ったつもり。あ、そうか。釣り方。あー、もう時間。はい、今週のミルクセーキ大作戦、楽しんでいただけましたでしょうか。夜はそういうのに聞いてくれてる人、メルシー、嬉しい、シンパシー。はい、たくさんメッセージ送ってくれて、メルシー、嬉しい、シンパシー。
一緒にミルナイン盛り上げてくれてメルシー嬉しいシンパシーみんないつもメルシー嬉しいシンパシーなんかひなのだけ普通じゃない何切れてない何切れてない何切れてないはいというわけで毎週月曜の深夜はちょっと夜更かししてぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それではまた来週私たち長崎からミルクセーキでした。せーのおやすみミルクセーキ。